皆さんどうもこんばんは、木更津です。モコです。ゼロ月はみの仮面ちびり実況やっていきたいと思います。今回は木更津のバンドジェ。はい、前回前々回に引き続きマイクの調子が悪くて、今聞いててもすっげーうねうね聞こえてます。すっごい聞きづらいということで、聞き取りづらい感じですが、ご了承ください。で、食堂に向かって、前回手に入れた楽譜をピアノで演奏すると、はい、いうことで、ルカはピアノが弾けるんだよね。素敵。憧れたよね。わかんない。そう、私憧れたよ、すごい。ピアノ弾ける人。すごいと思うけど、周りにいっぱいいるからな、弾ける人が。いや、なんかだからこそ、なんかみんな弾けるのに弾けないみたいな。猫踏んじゃったぐらいしか弾けない。猫踏んじゃった逆に弾けない。猫踏んじゃったの早弾きすごい流行った。みんな弾けるよね。自分弾けないよ。手がぐちゃぐちゃになる。そう。うちめっちゃ早く弾けるんだよ。読むのかそうか、もうモコの番じゃないんだ。ため撮りなのでずっとモコの番だと思ってた。この楽譜からするとこういう曲のはず。は？弾くのか。これ高校キーでしょ。あ、楽譜に合わせてピアノを弾いてください。光る鍵盤にポインターを合わせ A ボタンでピアノを弾きます。ポインターだよ。タイミングよく演奏できたら成功です。タイミングよく。この曲どこかで聞いたことがある。これだけでわかんないよ。わかる。ピアノの鍵盤を弾くたびにリモコンがピルピルする。私はいつもエレベーターに乗ってた。エレベーターね。エレベーターホールに行くのかな。かな。何もアイテム落ちてないかな。まあさっき拾ったからね。そっか、モコが調べたんだっけ。緊張の一瞬。ほらね、ほらね、意外と間に合わないでしょ。なんかね、霊石灯のやり方をやってしまった。え、たぶん、押しっぱ溜めちゃった。あ、なんか落としてくるね。してもうちょっと前。違う、横からじゃないと、斜めから取れない。手来るなよ、多分来ないだろうな。これは黒い女が落とした手紙。床に何か落ちている。近頃あなたはどうしたのでしょう。ご気分が優れません。あの時もそう。初めてあなたに思いを告げた時もあなたは私を強く拒絶しました。あなたが私になった後はいつも笑いかけてくれたのに。あなたが私になったってどういうこと。咲いたってこと。あの頃のような微笑みがまた見たいのです。今日はどこを散歩しましょうか。二人いたよね。うん、車椅子と押してる方。セーブしなくていいの。乗れるじゃん。エレベーター開いてる。セーブしよう。すっごいマイク変だな、本当に。早く買い替えよう。原因はね、多分
この間持ち運び方が悪かったんだと思うんですけど、電車でガッタンガッタンしたからね、カゴに乗っけてね。いやでもあれはしょうがないよし、じゃあエレベーター行きます。これ回数押せない、回数ないわ、回数押せない、え、乗れないの、調べるとか出ない、あ、出た、電源が入っていないよ、ない、じゃあどっかで電源、エレベーターについて、エレベーター内の掲示板に故障に関する注意書きが貼られていた。エレベーターは深海の新館の1階から4階まで通っています。ただし、4階へは鍵が必要となります。4階へご用のある方は鍵のご用意をお願いします。なお、エレベーターの主電源は地下の配電室にて立ち上げ切断が可能です。主電源の起動数字は23です。23です。23です。いや、23。いや、23。兄貴。電気系統の故障は配電室にて対処してください。老月館1階案内。建物1階と地下の案内も掲示されていた。老月館は灰原病院の新館として建てられた精神療養所ですが、1階は当該から来られた方をお迎えすることもできる施設となっております。なお、老月館では月の名前にちなんで、1月から順に部屋の名前が付けられています。101号室、玄関ホール、むつき。102号室、食堂、霊月。麻生記念室は麻生博士が老月堂に来られた時に滞在された部屋を移築したもので、貴重な資料が展示されております。配管料は無料ですので、ご希望の方はロビー受付にお申し付けください。また、中庭、月火炎、月花園。ははは。月下園にあるプール水月はどなたでもご利用になります。括弧7月から10月のみ。職員へ、老月館地下注意事項、配電室、貯水管理室以外の部屋に立ち入ることを固く禁じます。地下に行けってこと？だろう、地下に行く道なんかあったっけ、わかんない、どっかから行けるのかな。A ボタン押すとリストを出せるよ。1階のなんとかっていう、とりあえず1階行こう。え、ここ1階でしょ。え、ここ1階だっけ。ここ1階じゃない、1階だ。鍵が必要でしょ。あ、鍵が、鍵探さんと。どこにあんのさ。鍵が必要。だからエレベーターで鍵を使わないと4階には上がってくれないってこと。まだいいってことだね。じゃあやっぱ地下に行かなきゃいけない、最初は。うん、地下に行って23をやって動かして、それから鍵だな。うん、エレベーター動いてないのに4階にとか無理だから。地下に行こう。あ、なんか行かなかったっけ、地下。長四郎さんの時は行ったけど。長さんだ、あれは。そうそうそう。え、え、こっちについて、ついていくんじゃない。あともう2枚しかないよ。あ、言ってよ、これに変えとく。頑張って移動したけど、構えたの。とりあえずこっち行けばいいんだね。追いかかってこないならいいよ。車椅子で襲いかかってくるって結構すごいね。これ違うよね、多分。こっちだよ。大丈夫？中庭。
やっと中庭か、初めてだね。とか言って開かないとかないわ。うわぁ、いるじゃん、レイがいる。どこにいる？早すぎてわからんわ。どこにいるんだよ。背景とかしちゃう。お、なんかあった。こんな道なき道も行けるんだね。お、強化レンズ。ち。ちって何？あ、また間違えた。マイナスボタンだった。ちって何？撮影することで一定時間霊の動きを遅くすることができます。へー、構え中の濃くの方がいい。家変えたいな。まあいいか。あれで変えられてる。構えて柵があって行けないよ。あ、行けなかった。ほら、柵があって。さっきのあの黒い女がいた。ああ、こっちでしょ。だから今から行くじゃん。ああ。こっちにいたんだけど、ここから行けるのかな。行けないよね。植え込みがあるから。あ、なんか落ちてる。どうやって取ればいいんだ。行けないよ。あれじゃん。こう。こっちから。いや、無理だな。やめてもやめてくんない。うわあ！あなたに触ったんじゃない。アイテムが欲しかっただけ。え、転倒。あ、ちょっと待って待って待って。2人いる。本当に立ち上がってる。いない。どこ。うわー、もう無理無理無理。ちょっと広いと違う。うわ、瞬間移動しちゃった。押してる押してる。どこにもいる。いいか。ちょっと待ってよ。どっちだよ。もう無理だよ。近づいて、おい、後ろに来た。うわ、30くらいかな。でも、もう捕まえてよ。早い。
な、それで木が落ちてた。木ごと動かれて、つけてるけど電子もたまってない。今たまってる。今取ったけど、振ると回避できたよ。近づいた時に取ると、溜まってなくてもさ、フェイタルフレームが反応するはずなんだけど、フェイタルフレームになんなかったよ。遅かったのかな。もう2回目だよね、ゲームオーバー。下手くそすぎるよ。キサラゼがやるとなんかあれだね、いつも複数だね、敵が。どうする、だいぶ前に戻るんじゃね。車椅子の人追いかける前だよね。ああそうかも。まあでも分かるからサクサクじゃない。サクサクって、またあそこで死んだら戻ってくるんだぜ。え、ああそうか。これ調べない、フラグ立てなきゃいけないのか。ここカットでじゃん。はい。ああもう無理無理、やだ。間違えた。やだな、また負けそう。行く。はい、ということで、怖いよ。先ほどゲームオーバーになりましたが、リベンジということで。はい。あ、怖いよ。もう押してないよ。押してないけど勝手に進むんだよ。まあもうこれ怖い。分かってるけど怖いね。無理なんだ。使った。うん、使ったね。え、ちょっと。ちょっと。走れないわ。押したって。もう怖い怖い。死ぬって無理無理無理、早いよ。なんか霊視全然たまんないしさ、血使えなかった。いや無理、もう変わって。いやだって頑張ったって、すごい頑張ったって。もう一回やろうじゃん。もうやだよ。作戦も何も言われても多分できないもん。広いところに逃げてっつっても、逃げてもさ、瞬間移動して真横に来るんだもん、あの人たち。とりあえずあの広いところに行った方がいい。うん、行っても小道になってたから。行ってもさ。
から撮らない。あれだったね、フィルム使い切ったらなってたね、自動的に。ああ、見てなかった、何も。もう、嫌だ。これ勝てる気がしないもん。なんでこんな強いのさ。ノーマルモードのくせに、どうせノーマル以上に弱いよ、自分は。ああ、いけんのかな。長四郎さんの時も一回逃げたしな、女の幽霊から。開くか。あーあー、やっぱりやっぱり。そうだよな。戦闘マジで。なんか一体ずつ連続2体とかならまだしも、一気に2体は本当にやめてほしい。しかも車椅子なのに立ち上がっちゃうからね。車椅子に乗ってる意味。え、じゃあ私になったっつってたら別のやつなんじゃない。もう逃げよう逃げよう。これスキップできんの。すぐ連続で釣れない。あ、どっから来てんだよ。マジと違う方から来るのがやめて。でもどっちも襲ってくるよ。あ、体力。無理無理無理、死ぬって。無理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 。何？むずいな。
片方フェイクでもどっちも襲ってくるよ。うん、そりゃそうだ。無視できないじゃん。結局写真撮るじゃん。フェイクでも関係ないじゃん。もう無理、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 本当に無理。怖いとかじゃなくて勝てない。怖くない。怖くはないんだけど勝てない。負けちゃう。下手くそなんだってモコ変わって。短くてもいいからこのパートは区切ろう。区切りたいと思います。はい。無理だった。モコ。じゃあまた次回お会いしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。